ショータイム。二等辺の友人がです。隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、ネギ、ネギだろうさん。うん、ネギだろう。ネギだろうさん、はいはい。いつもコメントありがとうございます。ありがとうございます。タイプ7の、うんうん、おそらく女性。で、あの数学が得意な、うんうん、タイプ5の方と、うんうん、パートナーですみたいな方なんですけども、うんうん、その方から、うん、こんなありがたいコメントでですね、はい、いつか、うん、まあ、コメントがありつつ、うん、いつかタイプ7とタイプ5の長期的な関係とか取り扱っていただけたら嬉しいです、うん、というところで、うん、ぜひやらせてくださいと、はい、というところで、はい、こちらちょっと、うん、昔よくやってました。やってましたね、はい、エニアグラムでパートナー探しという本で、うん、タイプ7、うん、タイプ5、うん、お互いがそのお互いのことをどう思っているかっていうのをちょっと紹介させてもらっていいですか、はい、タイプ5がタイプ7について、思うこと、うん、好きなところ、うん、陽気で生き生きしていて、うん、のんきでこちらも気楽になれる、うん、で何も神聖なものはないという、うん、タイプ5私の生き方と通じ合うところがある、うん、要は神様なんていない、うん、でお互いがお互いを思っている、うん、まあ、気が合うねみたいな、そんなところ、うん、あとは人は人自分は自分っていう姿勢を持ちながらも、タイプ5が取り組んでいる仕事については必ず関心を持ってくれる、うん、何やってんので来てくれる、うん、あとは社交の場でくつろいでくれる、うん、あとは新しい魅力的な活動やアイデアがを生み出してくれるから、うん、なんてことが書いてあります、うん、ただその、うまくいかないって思っているところとしては、集中力やじっくり探求する姿勢があいつは欠けてる欠けてるところですからね、はい、計画を始めたばかりなのに、うん、あの人たちはすぐに興味を失ってしまう、うん、っていうところ、うん、あとはやつらは家を留守にしすぎる、うんうん、家にいるときはいるときで、うん、あまりにも忙しく精力的すぎる、うんうん、あとはその常に乗った状態で、うん、自分に注目するように欲求しすぎる、うんうんうん、私を無理やり人に付き合わせようとする、うんうんうん、あとは頼りにならず時間にルーズで予測不可能だから、うんうん、でタイプ5は思っていますと、うん、じゃあタイプ7の言い分も聞いてみましょうと、うんうん、タイプ7、うん、タイプ7がタイプ5に対して思っていること、うん、私は彼らが好き、彼女らが好き、うん、なぜなら、うん、型にはまらず興味深く多方面の知識がある、うん、やっぱりこの型にはまらない、お互い型にはまらないっていうのは惹かれ合うところですね、うん、とで、称賛すべき真の強さを持っている、うん、動じない、うん、持ってますね、持ってますね、うん、でいろいろなことに深い関心を寄せ、自分の関心を追求したいという私の欲求についても理解してくれる、多分タイプ7が、あ、これやりたいって言った時に一緒にやってあげるよとか、いいんじゃないっていう、はいはい、っていうのがある。で、一つのことに集中するにはどうすればよいのかっていう良いモデルになる。で人に無理強いをしないっていうのがタイプ7がタイプ5が好きだっていうポイント。じゃあうまくいかないタイプ5の人と、でポイントとしては、新しい冒険に対して私ほどには関心を持ってくれないから彼ら彼女らは毎日同じことを繰り返していても幸福でいられる、信じられない、私が元気すぎ血迷っていると批判をしてくるで私が友人を招きたいって言ってるのに一人きりになりたがる。で、攻撃されると壁を作り不機嫌になり話してくれない、黙ってしまう。有利ですからねで、エリー好みが激しいからで、お互いがお互いを思っているようですねと。お互いの印象がそう、お互いのまあ好き嫌いがそういったところに挙げられますよと。
ていう注意点が挙げられてます、うん、まあそんな感じですよね。まあそんな感じですよね。これはもう長く続けようとすると、うん、まあそういうところがあるよねっていう、まあ、なのでこう相手というか、まあ、自分も知って、はい、自分もまあ良くないところだったりするわけじゃないですか。相手が不満に思う、まあ、お互いが自分のことだけを考えていると、うん、そうですね、うん、なのでこう相手のことを知って自分のことを知ってでこう歩み寄りじゃないけど、はい、お互いのことを考えましょう。なるほど。多分これ全てのタイプに当てはまることですよね。そうですね。で、こちら、うん、9つの性格で自分が分かる相性が分かる、うん、これヘレン・パーマーさんっていう方の本なんですけども、うん、タイプ5とタイプ7の、うんうん、恋愛と結婚生活で指摘されているのが、タイプ5とタイプ7のカップルにとって、うんそれぞれの道を行く生き方はごく自然なことですと。タイプ5は知識を吸収して感情を整理するため長い時間を一人で過ごすのを好みます。タイプ5とタイプ7は独立心が非常に強いので外交的なタイプ7は内向的なタイプ5との付き合いにも制限を感じない。タイプ7はタイプ5が喜ぶことを探すのが得意ですがどちらも長い時間を共に過ごそうとしませんと。なのでその、注目されていないタイプ5がこのカップルを支える存在であると言えるでしょうと。家庭という砦に守られたタイプ5は、家族を支えるタイプ8の性格を帯びることがある。でタイプ7もタイプ5のようにしばらく引きこもることで安心を求めようとするよと。なので逆にタイプ7が熱心に前に進もうとして、うん、タイプ5が孤立していくのは悪い兆しですと、うん、それは互いが軽蔑し合い浅い関係になるでしょうと、うん、なのでそのタイプ5がポイントですねと、うん、タイプ5がポイント、うん、なのでこの2人はどっちなんですかね今、うん、ネギ太郎さんは、うん、多分女性でタイプ7、うん、ああ7、7なので、うん、相手が男性のパートナーの方に、うんちゃんと砦を守ってもらって、うん、おそかにしないためですよね。でご自身も、うん、引きこもるときはちゃんと引きこもりですね、うんうん、旦那さんとの時間を、まあ、旦那さんの旦那さんなのか彼氏なのか彼氏なのか、うん、はいということが挙げられている、うん、あとまあ先ほど隊長もおっしゃいましたが、うん、お互いがお互いを思う、うん思う。まあ、どちらかが。どのタイプでも。そう。どちらかが、まあ、思わなかったら、どうにもならない感じですもんね。はい。ただ、まあ、その、パートナーがエニアグラムを知らなかったりすると、うんうんうん、まあ、その、知ってる方が、うんうん、あ、そういうとこあるよね。うん、とか、まあ、コントロールしていく。はい、うん。あ、そうですね。うん、あと、もう、家事は任せちゃった方がいいんですかね。タイプ5の人に。まあ、家事っていう話でもないんじゃないですか、ね、ルール、ルール、ルールを作ってもらう、うん、私はこういう風だよって、うん、で、まあ、自分に制限かけるのも選んだわけじゃないですか。タイプ7は、はい、なんでそういうのを、まあ、なんかちゃんとまとめてもらう。レジュメとか作りそうです、ね、ルールブック作りましたルールブック、まあ、こういうルールにしましょうみたいな家は、うん、そうですねっていうのを5の人に作ってもらう、はい、でまあ、その中で家事は自分とかあるかもしれないですけど、はい、要は私のことを分かった上で最適なルールを作って、うんうん、そうそうそう、それ作りそうですね。作りそう、作れそう。タイプ5なら作れそうですね、うん、それは。あなたにはこれが向いてるから。はい。で新しく、うん、新しいものに目が向きがちな自分も踏まえた上でルールを作ってもらうっていうところですかね。だからまあ守るところとこう自分にできるところ。はい、バランスよくみたいな、はい、というところでいかがでしょうか、はい、あっさりとしましたが、うんはい、こんなコメント大歓迎でございます、はい、こんな返してよければ何かあれば、はいはい、と思っております、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。